F0 は1990年11月21日に任天堂が発売したスーパーファミコン用レースゲーム F0 シリーズの第1作目スーパーマリオワールドと並ぶスーパーファミコンのローンチタイトルの一つこれまでの家庭用ゲーム機にはなかった動機の回転拡大縮小表示機能を全面的に活用することにより従来のラスタースクロールによる表現では 不可能だった微妙なライントリア、ショートカット、逆走など、戦略性と自由度の高いレースを実現した。様々なテクニックを駆使して、コンマ01秒のタイム向上を図るタイムアタックの概念を定着させたゲームとされ、各ゲーム誌で特集された。タイトルの F0 は F1 の未来の姿をイメージしたものである。ゲームモードは、グランプリとプラクティスの二つ。プラクティスでは、 全15コースのうち7コースを走行できる。難易度設定はビギナースタンダードエキスパートの3段階だが条件を満たせばマスターが追加される。バーチャルコンソールは2006年12月2日より Wii 向けに2013年4月27日より Wii U 向けに2016年3月4日よりニューニンテンドー 3DS 向けに配信が開始された。また、 2017年10月5日に発売されたスーパーファミコンの復刻版ニンテンドークラシックミニスーパーファミコン2019年9月6日配信開始のスーパーファミコンニンテンドースウィッチオンライン日本作が収録されているワープラクティスで走行できるコース作曲は歓喜由美子と石田直音によるものであり当作品で使用されている数々の曲は F0X などの続編や大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ等でアレンジされている。サテラビューで期間限定配信されていた F0 第2弾で初代に比べ難易度は高い傾向にある。リーグは ACE リーグ一つのみとなる。なお、マシンは名称、デザイン、性能も初代と異なっている。 ルールは初代と同じ。ありがとうございます。